落語芸術協会、公益社団法人落語芸術協会は、東京の落語家、講談師などが組織する公益社団法人。1977年まで日本芸術協会の名称であった。略称は、芸協。長年にわたり桂ツ歌丸が会長を務めていたが、2018年7月に会長在職のまま死去したため、現在は、空席。 6月15日より副会長の三遊亭、小遊座が会長代行を兼任。東京の落語家だけでなく、情報落語家の小福亭鶴子や、定型団体の日本公団協会所属の公団師も多数加入している。春風亭流将や桂ツ丸など、新作落語の大家を多数輩出して、永年、古典の協会、新作の芸教と称されたが、現在は、 古典落語の演者も多く所属している。常席では、情報落語協会、協会客員の六大目、三遊亭円楽が所属する、演楽一門会、正式な客員ではないが、純レギュラーの出演が多い立川段之助ら、落語立川流など、他流の落語家や色物の芸人も出演している。各月下席は一つの寄せでの御興行する、落語協会に比べて、 客入りが悪く、常席側から他団体との合流提案が出たこともあった。設立以来最初の四十四年間は創設者六代目、春風亭柳橋が一貫して会長を続けた。八木橋退任後は、二代目副会長であった二代目、桂古文治の弟子、孫弟子の系統、古文治一門が四代連続で会長に就任した。この記録も、五代目、会長、 カツラ・ウの死去まで約44年間続いている。小文寺一門出身の会長のうち、三代目会長四代目、カツラ・ベマルを除く全員が、任期中の死去による会長退任である、十代目、カラ・文寺は、任期満了の当日に死去。なお、ウ丸の死去による公認会長人事については、翌2019年6月の役員会選まで会長職を空席とし、 小有座会長代行のまま、現体制を維持することが明らかにされている。芸術協会の設立は、吉本工業などが関わっている。落語家の柳谷金五郎は、兵隊という既存の落語に突発事項を発端として、独自演出を加えて人気を博すと、開局したばかりの NHK から出演依頼があった。ラジオで演芸を聞くと客が寄せに来なくなることを危惧し、 大阪と東京の寄席経営者は、ラジオ放送を敵視して相互に協定を結び、放送に出演する芸人を拒否することにした。人気絶頂の金五郎が完全と NHK に出演すると、寄席経営者は、金五郎の、核、寄席への出演を禁じ、抜け駆けを防ぐために、金五郎を出演させた寄席に、罰則や罰金を課し、ラジオと寄席への対立から金五郎一門は上がる寄席を、 失い、単独で工業をを打つことを余儀なくされた。大阪でほぼすべての寄せを所有していた吉本興業は所属芸人に放送への出演を禁じたが初代桂春団治は破った。吉本の主な芸人は皆会社に多額の借金を追う計算にされており借金を取り立てる名目で吉本が春団自宅の家財を差し押さえた経緯は 俗に赤紙口封じ事件として知られる。吉本工業は東京へ進出すると売れっ子ながら寄せに上がれない金五郎に強い関心を寄せた。既存の寄せでは野心を持つ神楽坂演芸場や千葉、広見石邸が現れ、意を同じくする吉本工業と千葉広見は合同して金五郎に新しい教会を作らせた。春男児と金五郎は共に 寄せの意向に反して行動したが、春団子の生活を破壊した吉本は金五郎に手を述べた。六代目春風亭柳橋は落語牧会に所属して、若手の三代目春風亭流行、二代目桂古文寺、八代目桂文楽らと共に、六味の四天皇と称されたが、この先どこまで上手くなるのだろうと一人抜けて人気高まり、 千葉広美は注目していた。金五郎と柳橋は共に子供でプロ落語家になった小方だが、金五郎は初代柳屋三五郎一門に転ずるまで三遊派で、柳橋は柳派保守本流であり両人はほとんど面識がなく、吉本と千葉が二人を引き合わせて二人で新協会を作ることに同意させた。新協会設立に際して、 落語牧会から柳橋を借り出すことになり、吉本と千葉は会長の五代目竜帝左楽に了解を求めに行くと、左楽は了承の条件として金銭的解決を提案した。左楽は金五郎から金額は不明だが、月々の小遣い銭をもらうと、人気絶頂の金五郎に全く問題のない条件を提示し、左楽と柳橋は良好な関係を保ったまま、 柳橋に新教会を作らせることができた。左学は、僕会がダメになったら私も、そっちの新教会に行くからと軽口を言って笑わせたが、後に現実となった。この計画の趣旨は、金五郎に教会を作らせることであった。金五郎の人気は、柳橋よりも圧倒的に上回っていたが、金五郎は自分が副会長に下がり、柳橋を会長にする案を出した。 これは、金五郎一流の諸生術で、金五郎着手の山下武氏は、戦後の東京喜劇人協会設立時に、金五郎が自ら初代副会長に引いたことと同じとしている。八木橋は金五郎よりも真打ちになった時期が早く、落語家として序列が上で、年齢も柳橋が年長であるため、八木橋も異論はなく、三十一歳の会長が誕生した。寄せは、 落語という芸術、講談芸術、漫才芸術、漫談芸術、モノマネ芸術など様々な芸術を総合的に実演すると解釈した金五郎と柳橋は日本芸術協会と命名した。神保町、神田花月など東京に複数存在した吉本工業の寄せとかぐら坂演芸場のほか、麻布十番クラブなどで工業を打った。 金五郎は一年後別行動をとり、正式に吉本工業と専属契約を結んで、吉本の芸人となり、吉本の大阪も含む全芸人の中で最高の待遇を受けた。交番順。原則として、芸協で新内に昇進した者が通常の交番に列せられている。後に外部から入会した鶴光、段美幸は通常の交番には入らず、 別枠での記載となっている。ただし、ユースズメについては、入会日の時点で、新内の最後尾に列せられ、通常の交番に入っている。客員の円楽は公式サイトでの記述はない。BR 鶴港は、新内という通常とは違う階級を与えられている。ただし、彼の弟子たちは、通常の交番で扱われている。BR 講談師については、前座修行を、 芸ーで行ったもののみが落語家と同様の番に入り、新内昇進後に入会したものは、色物として扱われている。HR 前座は、楽屋入りからプロフィール掲載まで、時間差があり、公演スケジュールにのみ掲載されている名前がある。院は公演スケジュールにのみ掲載されている名前。近年、入門志願者が増加しているため、 芸況においては2018年8月の理事会で入門制限を行うことを決定している。具体的には前座の定員は30人として、弟子入りの際の年齢は35歳までとする。現在の前座が2つ目に昇進し、きが出た分だけ、楽屋入りが許されるとしている。ただし、2018年11月現在、前座は31名在籍している。内に 役職のほか、芸種を示す。芸種は公式サイトの記述による。鉱山誌については、採用以降は前座から芸教で修行しているため落語家と同じ、鉱板であるが、それ以前のものは色物として扱われている、太字で示す。鉱山誌の中には、鉱板上は色物であるが、中には鳥を取る者も,もいる。また、大三上落曲芸、音玉。 神切り芸人のようにいるのとして入門したばかりの見習いも、師匠の方針により、落語家、講談師の前座と共に、寄せでの前座修行を行うことがある。ただし、落語家、講談師の前座修行と異なり、一年程度で一人立ちとなる。HR、古田直美、滝沢瞳、サイス昭子、福岡民江、稲葉千秋、成田美智子、足立直。 木本恵子、清水富、井出久保泉、船、久保舞子。落語芸術協会仙台事務所に所属する芸人。このほか、東北を拠点に活動する芸人と多く、業務提携を結び、また、芸協や漫才協会等と提携し、東京から芸人を派遣している。2018年4月、宮城県仙台市青葉区の繁華街に、常設の寄せ、花座が会場。 同館の名誉館長に桂歌丸が就任し、芸教が毎月1から5日及び21から25日に10日間の定席工業を行うこととなった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。